ズミジです。はい、どうも。今日は最近畑中さんがボクシングやったりとか、はい、この前ね、パンチングボール作ったりとかしてましたけど、はい、動体視力を上げたいと、うん、さっきおっしゃってますね。はい、今日はですね、つけるだけで動体視力が向上するビジョンナップ試していきたいと思います。いらない単語がいっぱい並んだけどね、はい、今回なんとですね、メガネサロンルックさんに協力いただきまして、こちらですね、このメガネをつけるだけで動体視力が向上するという、なんとも信じがたいアイテムにチャレンジしてもらいます。で、今ここね、バッティングセンターに来てるんですけども、一番動体視力試しやすいと思って、まずはメガネかけずにバッティングの精度を見ますと、うん、25球あるんで何回当たるかまず試します、うん、で、この後このビジョナップをつけてトレーニングします。で、その後もう1回バッティングすると、うん、飛躍的に、当たる球数が増えるんじゃないかと飛躍的にね、飛躍的にね、飛躍的に、まあ、この辺を試してみて、うん、動体視力がどれだけ向上するのかというのを試していきたいと思います。でね、こういうパンフレットもね、あるんですけども、動体視力が上がるだけじゃなくて、周辺視野角、うん、視野の範囲が、うん、まあ、広がったりとか、うん、冷静な判断力がついたりとか、うん、反応速度が速くなるとか、うん、まあ、なんかそういうね、動体視力が上がるだけで、うん、いろんな、まあ、シチュエーションにおいて、はいはい、効果が得られると、はいはいはい、いうことで非常に重要だと思いますね。ただでもできるって感じだよね。いや、それはもったなこれね、ビジョンアップ試していきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いきます。おい、いや、打ててんやんちょっと待って打てとるやんお前当たってないよおいいね、いいね、慣れてきちゃったぞ、釣り上手になってきていいね、いなんかうまいんだけどね普通にあ、5球です。5球ですか、すごい難しいです。じゃあふみさんの番、はい、行きますか。はいや、さあ始めふみさんの番、危ないよ危ないよ。いかんせんね、我々野球は全然やったことないですから、初心者ですよね。低いね。でもビジョンアップあれば見えますから。お、あー、もう疲れた。頑張れ。体力に問題があるそうですよ。あー、おー、疲れ。ふみさん結果5本です。いい感じ。ビジョナップ使用前バッティングの結果出ました。ここからビジョナップを、まあ、体験していくということになるんですけども、まずウォーミングアップ的な感じで目の運動します。こんな感じでね、親指を2本立てます。顔は正面を向いたまま目だけを動かして30秒ぐらい運動します。ふみ、うん、さんもやる。まず1つ目の運動は終了です。よっか、ビジョナップ装着しました。今ストロボみたいに黒と白の映像がチカ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 ってなっていて非常に怖いです。で、これをしている状態でこうボールを使ってお手玉とかして鍛えていくということで、ちょっと15分ぐらいやっていきたいと思います。あー、すげえ見づらむずいよくわからん。うわー、痛い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 。やばい、具合悪くなりそう。なんか世界が滑らかに見える。それではビジョナップトレーニング終わったんで打ってみたいと思います。効果が残ってるうちにいきます。おお、見える。おお、やばいぞやばいぞ。あ、何球ですか。4球かなでも見えた、バットを捉えた回数は増えたと思う。あ、本当。うん、わー、すごい、うん、フレームレート上がったわどう、球の見え具合。すごい滑らかに見える。これはすごい。お、
バッティング終わりました。お疲れ様でした。ヒットの回数はね、2人とも減りましたバッティングのスキルに関してはちょっと足りないところがあったので、あのね、とにかくね、すごいわ、すごい、本当にすごい。なんかね、ヌメッとしてるね、なんか全てがヌメッとしてる。今までの生活がパラパラ漫画で生きてたそうとこからこう映像に切り替わったぐらい滑らかに、そう、本当にすごい。フレームレート完全に上がったよ。上がったね。30から120ぐらいに上がってる感覚が、めちゃくちゃ上がってるね4倍になってる。本当にすごい、めっちゃヌメヌメだった。うん、めちゃくちゃ綺麗で、ただ俺らの体はそれについていかない。ついていかないねついていかないこれやっぱちゃんと球を前に出すっていう能力はちょっと足りてなかったので、うん、そこは照準が必要ですけど、うん、でも確実に球は見えるようになって、いや本当にすごかった。いや本当にすごい。続けていったらすごいことになりそうだね。本来はこれを3ヶ月ぐらい3ヶ月、ね、で使うみたいなので、ちょっと今日我々は15分しかね、うん、そうだね、やってないので、ちょっと効果のことはもう一時的でしかないんだけど、うん、それをちょっと重ねることで、うん、そういう能力が飛躍的に上がるってことはもう本当に分かる。分かりますね。すごかった。これはね、本当に試してほしい。ということで畑中さん、定価うん万円らしいんですけど、定価、4万2000円プラス税、うん、ということで、皆さん、ぜひ買ってみてください。いや、お前で、お前お前これでもね、投資ですから、うん、自分の身体を鍛える。そうそうそう。なので皆さん買ってください。いや、お前ね、お前が買う今日買って帰るよ、絶対。ちょっと皆さんもぜひ試してみていただきたいな、うん、試してほしい。ということで本日はですね、メガネサロンルックさんにご協力いただきまして、うん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで我々は動体視力を鍛えるたびにこれからも出ていきたいと思います。ということで終わりますか。それ